大森外拒否と東海道線大森貝塚は東京都品川区大田区にある縄文時代後期末期の貝塚、モース貝塚とも。大森貝塚1877年6月17日に横浜に上陸したアメリカ人の動物学者エドワード・エス・モースが6月19日に横浜から新橋へ向かう途中、大森駅を過ぎてからすぐの崖に 貝殻が積み重なっているのを列車の窓から発見し、政府の許可を得た上9月16日に発掘調査を行った。ジョシュラ3人と共に土器、国器、重骨を発見し、9月29日にも訪れ10月9日から本格的な発掘を行った。1955年3月24日には国の史跡に指定された。モースラの発掘した貝殻、土器、 土偶、石符、石族、鹿、クジラの骨片、人骨片などの出土品は東京大学に保管されており、1975年にすべて国の重要文化財に指定されている。品川区の大森貝塚被大田区の大森街、拒否現在、大森貝塚に関する石碑は、品川区側の遺跡一帯に整備された大森貝塚、遺跡庭園内と、 大田区側の大森駅近くの NTT データ、大森三道ビル横の小道を線路側に入り進んだ場所の2カ所にある。前者は横書きで右から大森貝塚、後者は縦書きで大森外居と書かれており、貝塚碑は1929年11月に、貝居日は1930年に相次いで建てられた。貝塚碑は上部に縄文後期の深鉢をあしらい、 被学には、ザ・サイト・オブ・ザ・オモリ・マウンズ・ディスカバード・バイ・プロフェッサー、エドワード・エス・モールスとあり、解挙比は、高さ2メートルを超えるイタビで、秘面には、我が国最初の発見オオモリ街距離学博士、佐々木忠次郎学期とあり、また、明治十年、モース先生の発見にかかり文科かせ生理学博士、佐々木忠次郎・松浦作用日高両子と共に、 発掘研究施市県著なる遺跡なり想は5年4月建立とある。モースが論文に発掘場所の詳細を書かなかったこと、海塚発見の報告文書に所在地が大森村と記述されたことから、当初の発掘地点について長い間、品川区説と大田区説の2つが存在した。しかし、その後1984年までの複数の調査により、 東京府が多い村坂島谷の土地所有者に調査の保証金50円を支払った文書が発見されたこと、海塚市周辺の再発掘で海層が確認された一方、海拒市周辺では見つからなかったことから、現在ではモースが調査したのは品川区側であったことがわかっている。なお、両者は約300メートルの距離である。東京大学法理文学部第6年法によれば、 発掘地は、エバラ軍大井町である。大森貝塚の発掘には、モースの他に、フィリップ・フランツ・フォンシーボルトの次男である、ハインリヒ・フォンシーボルトが関わっている。ハインリヒは、考古学に精通していたが、学者ではなく外交官であった。ハインリヒは、大森貝塚の発見を彼の死である、コッペンハーゲン国立博物館館長 JA ウォルソーに、報告7月20日しており、 この報告によれば、ハインリヒの大森海塚発掘は、その前年の1877年秋、モースの発掘の前に行われた可能性がある。モースとハインリヒは、第一発見者の子を争っており、少なくともモースは後に、日本その日その日として翻訳された。同書の中でモースは、発掘調査開始にあたって、誰かに先を越されることが心配だったと述べている。 モースは1877年9月16日に1回目の調査を行うと、ネイチャー1877年11月29日号に同年9月21日付として自身の大森海塚発見の記事を投稿した。また、10月には東京大学が東京府に対して発掘調査の独占許可を要請し、この許可を得た。一方で、 ハインリヒも1878年1月31日号に自身が大森貝塚を発見したとの記事を寄せ、モースを激怒させた。最終的には、モースが大森貝塚の報告書を1879年に出版したこと、ハインリヒの本業である外交官業務が多忙を極め考古学研究から遠ざかったことが決定だとなり、ハインリヒの日本における 考古学研究活動は終わっている。ハインリヒに対しての研究は1996年に行われたシーボルトフ支店、ハインリヒの没後100年の2008年に行われた各所での記念展において扱われた程度である。老練な研究者モースに、ハインリヒが挑んだこの研究論争によって、 日本の考古学が飛躍的に発展を遂げた。ちなみに、日本において考古学という言葉を使い始めたのは、このハインリヒが出版した考古節略が初めであることはあまり知られていない。諮問操作の研究は大森貝塚から始まったものである。縄文時代後期は寒冷化に伴う環境の変化により、好み、動物などの食料が減少した時代である。 さらに東京、神奈川一帯では、箱根山の噴火や富士山の噴火が長期化したため、食料の確保が難しくなり、それに伴い急激な人口減少が起きている。そのため、東京、神奈川では、縄文時代晩期の遺跡はほとんど見当たらない。その際、寒冷化に伴う、食料資源の減少が少ない海産物を中心に、食料の確保をしたため、この海塚ができたとされる。 ありがとうございます。